しくお願いします。今回も本当に楽しく撮影させていただきました。ですね、今回の CM はエビフィレオだけではなく初のマックラップのキャラクターだったんですけど、本当そのマックラップっていうのが片手で持てる商品だったのがとても新鮮で、ポーズもいつもよりアクティブな感じですごくできたなって思ってるんです。あとはですね、今後もエビフィレオの世界とは違った活動的でスタイリッシュな私を見せていけたらいいなと思ってます。そうですね、新生活、私はやっぱりですね、宮崎から福岡に行って東京に出てきたんですけど、そのモデルの仕事を本格的にやり始めた時ってやっぱりこっちでお友達も少なくて、あんまりご飯に行く機会もなかったんですよね。でそういう時にやっぱり一人でご飯する時とか、こんなマックラップみたいに気軽に食べれる商品があったらよかったなってすごく思いました。やっぱ不安でいっぱいでしたよ。はい、でも期待で胸を膨らませて、はい、新生活に慣れるコツ、そうですね、すごく難しいと思うんですけど、慣れるっていうとやっぱり人それぞれお気に入りのものだったりお気に入りの場所だったりいろんなものがあると思うんですけど、そういう自分の居心地のいい場所だったりものを見つけて周りにたくさん置いていくだったり、そういう時間を作っていくっていう、そういうものを、心がけるというか作っていった方がいいんじゃないかなと思います。
まあ、私だったらファッション誌を見るのがすごい好きなので そういうのをすごい見たりとか、あとはアロマも大好きなので、お家で香り焚いたり、なんか風呂したりっていろんなことをするんですけど、はい、うん、そういうのが大事なんじゃないかなって思います。そうですね、私本当に洋服とか大好きなので、これからデザインの方とかやっていけたらいいなとは思ってるんですけど、まあ、今いろんなデザインさせていただいさせてもらってるんですけど、その中でもなんか海老原ゆりっぽいとか、そういうかわいいとか、そういうのを重視して自分が好きなデザインとかできたらいいな、そしてそこで今後ファッションショーとか自分で洋服着て出れたらいいなとは思ってるんですけど、まあそんなことを夢に描きながら、海老原ゆりの生活をこれから一歩進んでいきたいな、いけたらなって思ってます。もう本当に私的にはもう理想の組み合わせだなってすごく思いました。だってモデルの仲間でもすごく黒ずは流行っているし、まあ、すごく体にいいじゃないですか。なので飲んだりとかお料理に使ってる子がすごく多いんですよ。まあ、私もすごくたまに料理をするんですけど、そういう時には使ってみたりとかして、なんか宮崎の時から地鶏とかチキン南蛮とかそういうのを食べて育っていたので、本当今回この組み合わせになるなんてすごく嬉しいですね。はい、このマックラップのすごくたくさん食べちゃいそうだなって思ってます。本当に撮影の前に食べさせてもらったんですけど、本当食べた瞬間に、あ、黒酢があるって思ったんですね。黒酢の酸味が効いてるなって思ったんですけど、食べた後の方がもっともっと出てきて、すごく美味しいなって思いました。ですね、サクサクした柔らかいチキンの食感にすごくマッチしていて美味しかったです。それともう片手で手軽に食べられるので、もう携帯しながらでもお仕事しながらでも大丈夫なんで、本当に大好きになりました。皆さんこんにちは。この度マックラップの新 CM に出演することになりました、海老原ゆりです。春は新しいことにチャレンジする絶好なシーズンですよね。そういう私も今回マックラップの CM にチャレンジすることになりました。すごくワクワクしています。常に新しいことにチャレンジして自分の魅力に磨きをかけていきたいと思っていますので、新生活を迎える皆さんもそうでない皆さんも、この春はぜひ新しいことにチャレンジして自分のスタイル磨きを楽しんでくださいね。私もスタイリッシュなマックラップ同様に頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。以上、海老原ゆりでした。